阿賀神社は、滋賀県東大見市、小脇町にある神社。太郎坊宮や太郎坊阿賀神社の通称で知られている。旧社格は孫社で、現在は神社本庁の別表神社。夫婦岩そもそもは、夫婦岩をはじめとする巨岩を岩倉として、金明天皇の時代には祭祀が行われていたようである。推古天皇の時代、西暦六百年頃に見つく山に、 聖徳大使が、摂津国に混流する四天王寺で使用する瓦を、焼くために瓦原や寺を創建し、ほぼ同時期に、三つ栗山の一方である、赤神山に正や割れ勝つ正る即備、飴のおし方耳の命を祀る者を混流赤神山の名前から、阿賀神社と称した。また、当地の地名は、小脇というが、それは甘照す大神が、いつも小脇に抱えて、この脇のこと言って、 可愛がっていた孫のマサや割れかつマッサル即備、アメノオシホミミの命が降り立ったところであるからだという。延暦18年、阿賀神社の神徳に漢字入った最長が、薬師如来を本尊とする上岸寺を、阿賀神社の神宮寺として、麓に建立した。その際、修玄道の大聖者である縁の行者の兄弟子であり、赤神山に住んでいた天狗の太郎坊が、山上に現れて、 この地に一部を混流するように最長に告げ、山の守護神として、その混流を手助けしたという。阿賀神社と天台州の上岸寺はやがて、神仏集合し、竹中坊、上坊、松本坊、行万坊、石垣坊、大泉坊などの社殿、僧坊が五十余り混流されると、薬師如来の縁日である八日市を開いていた八日市の町も発展していき、 中世を極めるようになる。上岸寺は、阿賀神社境内の最高所に、奥の院を作り、そこに、太郎坊体験現像を祀るようになると、阿賀神社は上岸寺の管理下に置かれて、名称も、両者を合わせて、太郎坊宮と呼ばれるようになり、修玄道の霊場になっていった。ののの佐々木成よりが、が麓小小小脇に小脇脇に、にに、を構え、やがて、赤山の横にある小脇山に、 小脇山城を築城すると、八歌手の賑わいもあって、当地は大見国の中心地となっていった。佐々木市の着流である六角市の当主大見守護、六角頼綱が本拠地を金田館に移し、さらに応仁の乱の頃に六角高頼が木の笠山の観音寺城に居城を移しても、当地の重要性は変わらなかった。しかし、A61 年に、 足利義明を担いで上落を観光する織田信長とそれを迎え撃つ六角義方との合戦に巻き込まれて炎上した。その後、後輩した太郎防具には後に信長を畜作街道で狙撃する杉谷全十棒、三木大学とその一味が住んでいたという。阿賀神社の目を問いは阿賀神社はほどなくして再建されたが上岸寺は遅れて江戸時代の寛永十七年に 宝珠院行将と弟子の助盛が本堂と首郎を混流してようやく復興した。だが、僧帽の復興はかつてほどではなかった。しかし、遠方年間になり、上岸寺と村人が赤神山一帯の入会地をめぐって争い、上岸寺が村人を幕府に訴える事件が起きた。以後七十年余りの間、両者は歪み合い続けたがついに村人側が勝訴した。その結果、 阿賀神社の神主は村人、宇治子が一年ごとに新しく任命し派遣する銅板神主制が採用され、ここに阿賀神社は上岸寺の管理下から離れることとなった。法暦三年、上岸寺は奥の院にあった太郎坊体験現像の他に、いくつかの仏教関係の宝物を、麓の上岸寺本堂に移して、太郎坊大権元と称し、阿賀神社は上岸寺の奥の院を新たに、 阿賀神社の本殿に改め、太郎防宮と称するようになった。ここに、未だ神仏集合の形態ではあるが、阿賀神社と上岸寺は分かれることとなった。1868年、神仏分離によって、阿賀神社と上岸寺は完全に分離し、1872年には、主験道が廃止され、1876年になって、太郎防宮という名称は、規制を受け、 正式名称を阿賀神社とした。だがしばらくすると太郎防具という名称は通称として使われるようになった。なお、当社は孫社に列せられている。1909年、近隣十社の神を愛殿に祭り、1924年には本殿の改築を行っている。太平洋戦争後、神社本庁の別表神社に可列されている。1962年、 ふもとから、上岸寺境内を通って、阿賀神社に至る石段の参道しかなかったところ、陸上自衛隊の手によって、自動車で、上岸寺経由で、阿賀神社にまで直接行ける、太郎坊産業道路が作られる。後に道は、河原屋寺にまで伸ばされた。2007年、東大見市が選出した東大見八景に選ばれる。2013年、 夫婦眼が,が東大見市の天然記念物に指定される。おひたき大祭。ありがとうございます。